さあ、さあ誰？くそちょっとなんすかこれ。さあ、今回も運切れアプリやっていくんですけども、 A だな。はい、コメントの方で A さん4万5000円使ったのにかわいそうみたいなコメントが多数入ってました。お知らせを見ました。ベッカムジーコボックスドロー来てるじゃないか、マジで。まあ皆さんご存知の通り、ベッカムを狙うために4万5000ぶっ込み、そしてジーコのために1万円分ガチャ回して、まあ合計この2人のために5万5000円分のコインを消費したわけなんですけども、1回も出ませんでした。そして年末です、ボックスドロー。まあいいのか悪いのかちょっと分かんないな。俺的にはこれでがっつり引けば、まあベッカムジーコこれ両選手ね手に入るのでいいんですけども、だったら前のガチャなんだったんだよっていうね、複雑だわこれ。素直にまあ喜べないよな普通。まあということで今回こちら、はい、もちろん引いてきますよ。しかもですね、お知らせめちゃくちゃ来てんだよね。はい、コインセールも来ました。まあコインも割引して出しますんで、ベッカムジーコゲットしてくださいみたいな多分感じだと思います。まあコインセール来てるのは嬉しいけどね。あとはベッカムとジーコどのぐらい出るかだよね。ということで、1200円がこれが3回購入できて、9800円で2万コインということは、まあ、1万3000円ちょっとぐらいで、まあ、3万コインゲットできるということですね。通常で買うよりまあ半額ぐらいになってる計算かな。はい、ということでまずね、こちらもうがっつりとりあえず課金させてもらって、今回はジーコ、ベッカム、あのボックスドローね引いていきたいと思います。いや、来たなぁ。来たぞ、これ。まあ、選手数、結構、あれだね、黒玉出る確率も多いということで、ジーコ、そしてノイアー、グリーズマン、ベイル、レバンドフスキー、ロッペン、サンチェス、イグワイン、ビダル、ベッカム、ケンリーニ、ボアテング、オブラク、エジル、オグバ、フメルス、ルカク、ナイン・ゴラン、アルカンタレ、サンドロ、アラバ、マルティネス、ハンダノビッチ、ミューラー、ムヒタリアン、ラカゼト、そしてハメス、カジェホン、コセルニ、イカルディ、チェフ、ペペ、コンパニーということで、かなり黒玉は多いですね。まあ、2018で持ってない選手っていうのが、ざっといるので、がっつりね、今回引けるんじゃないかなと思います。まあ、詳しくね、見たい方は、獲得候補リストっていうのをね、まあ、見てみてください。それでは、今回はベッカムかジーコどちらか出るまで引き続けようかなと思います。まあ、運がめちゃくちゃ悪くて全部回すことになるとしますよね。例えば168 4万2000コインぶっ飛びます。まあさすがにそれはないんじゃないかなと思うので、そうだな、まあ、40連以内に出てくれたらなと思います。そうだな、40連かな。そうすればだいたい1万コインか、まあ、1万コインで出たら許します。許しますっておかしいけど、じゃあ引くか。まあボックスドローだから普通に単発で引いていこうかな。はい、いきます。はぁ、ベッカムジーコ欲しいな、やっぱり。でも最初金アンヘルコレア、いや金だったらやっぱ香川欲しいね。22歳のまま若手ですね。はい、こんな感じですね。さて2回目、シルバーの消費、シルバーゲレーロ。はい、3回目銀っすね。はい、どんどんいきます。ゴー、シルバーやばいな、結構出るな。はい、5回目、来た。まず1個目の黒玉っすね。まあ6分の1ぐらいで出る
計算になるので、うん、まあ妥当だと思います。お、ムヒタリアン持ってますね。被ったんで、まあ、上限アップさせていきたいなと思います。OK。上限アップさせました。レベルの方が今現在27のムヒタリアンですね。こんな感じの能力になってます。トップ下の選手です。はい。こんな感じですね。はい、6回目。ゴー。はい、銀の消費です。7回目。頼む。レジェンド。香川来い。香川。ルフィエ。8回目。ゴー。そこで銀。これで9回目です。頼むぞ。お、来た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 。さあ誰？ケリーニですね。ケリーニを持ってるか。オッケー。はい、ジョルジョケリーニね。レベルの方は現在23。能力はこんな感じです。まあ、ディフェンス能力、まあ、ディフェンスセンス90、ボールダッシュ93、まあ、23現在ですけど、こんぐらい強いですね。ディフェンスはかなり強い。はい、こんな感じです。さあ、10回目。今のところ黒玉2体なんで、かなり確率的にはいいですね。はい。シルバー。はい、それでは11回目いきましょう。頼む。よし、来た。結構いい確率。ペーペー。ペーペーは2017では持ってたんですが、今シーズン持ってないので、上限アップさせていきたいなと思います。よし、ぶち込みましょう。そして、現在の能力はこんな感じです。強い。こんな感じです。続いて12回目。結構ね、黒玉の出る確率的にはいい感じです、今のところは。ただやっぱり雷とか来ないな。頼むぞ。よ。はい、13回目。おー、ずれないね。はい、14回目。頼むぞー。香川、香川来い。香川マリオゴメス。15回目。どう。あ、シルバー消費。16回目。香川来い。ルーカスピリア。さあ17回目いきましょう。トウ。来い来い来い。香川見てる。アフロ枠でね、ちゃんと取っときますよ。18回目。さあもうちょっとで、まあ4中連の半分いっちゃうからね。銀。18回目。でもあと22回引けるって思ったら結構可能されそうじゃね。シルバー消費。20回目。黒来てくれ。金か。キミヒ。他21回目ですね。香川ペイです。さあ22回目いきましょう。今のところ一番ね、金が出る確率は高いんだよ。銀の方が低い。そこで銀来る。
銀消費ですね。23回目です。そろそろまた黒来てもいいんじゃないでしょうか。銀消費激しいな。よ、ゼロベルト鉄人来ました。身長175センチ、年齢43歳。もうこれ確実に、いやロックでしょ。やばいわ。能力はこんな感じですけど、うわすげえな。43歳。さあ24回目、頼む。ちょっと黒玉出なくなっていってるよ。金、ゴンサロ・カストロ。さあ行こうか。25回目、いや黒来なくなってきたんだけど。一気に最後の方連続で来そうなんだけどこれ。はい、26。そこでまた銀か。頼むぞ。まあでも後々もう溜まってるってことだからね、黒玉が。それでも来ない。ルーフーに行きました。はい、28回目。いや、そろそろ黒玉来るよ。マジで最後の方黒玉来んのこれ。レジェンドほんと来ねえな、マジで。ボックスドローだろこれ。出た、キリア。30回目です。マジか。ベッカム、ジーコ両方出てないんだけど。嘘。カイルウォーカー。さあ行きます。31回目、来いよ。よし。さあサンチェス、サンチェス、ここで被って、すごいね、すごい確率だな俺。行きましょう。32回目。そこで銀なのか。マジ？これマジっすか？ボックスに入ってる全ての選手の獲得確率は均一です。わかりました。一応均一ってことですね。はい、34回目いきます。いやレジェンドとりあえず欲しいぜ、ここら辺で。はい、香川来てください。止まれ回る。いや、あとね、あと5回のうちにジーコとビッカム両方来てくれたら俺は何も言わない。来る気配しねー。36回目。こんな渋いボックスドロー。あ、来ましたね、確定。黒玉確定来たんで頼む。ジコはベッカム頼むよ。コシェルニさん、複雑だな、この黒玉出てるのにもかかわらず。186センチ、32歳。はい、初期能力こんな感じでございます。ヘッダーマンマーク、キャプテンシーお願いします。レジェンドお願いします。香川来た。ゴンサル・ロドリゲス、行くぞ。ドラクスラー、金かー。あ、横来た来た来た。さあ誰だ。ボアテング。これで40回目なので1万コインですね。マジか。もう両方は40回のうち無理だな。しかも今黒来たばっかだしな。はいはい、来ませんでした。いやー、10連いこうか。10連。今40回目引いたんで1回ちょっと10連を挟みます。あ、ちょっと枠が足りない。枠開けてから行きます。さあ行きましょう。
10連これ一気に来たらかっこいい。頼む。まあさすがに黒玉、おおお、ちょっと待って、俺これはこれは雷入ってる。さあ誰、ノイヤー、ノイヤー、雷なんだけどさ、はい、こんな感じですね。ざっと見ていきましょう。いやーマジでマジ来ないか、すごくねすごくない、多分これ数字並ぶんじゃないかな、これマジかマジかよ。じゃあ51回目いきます。ほんと残るな、さすがレジェンド。いやまさか10連で黒玉1体だと思わなかったわ。もうここまで来たらルカクとか欲しいよね。よし来い、あらば、持ってないのでちょっと能力確認します。身長180cm、 25歳、左利き、初期能力はこんな感じですね。はい、ゴー。52回目、あ、52回目じゃねえか、53回目か。頼みます。いやここで取り戻したい、取り戻したい、来い香川、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 香川も来ないな。順調に金と銀消費してます。お願いします、お願いします。シルバー消費激しいね。さあ57回目、頼む。シルバー消費激しくねマジで。はい、58回目です。来い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 マジか。59、どんだけシルバー出すんだよ。スキンチームですね。60回目です。来い、よし。さあさあ誰、くしょーって言ってもボックストローなんだけどね。いやでも嬉しいんだけど。ということで今回はまあちょっと長くなっちゃったのでこの辺で、まあということは単純に4万5000ぶっ込んでベッカム出なかった、そして今回1万5000分使ってベッカム出ました、ちょうど6万円です。あなたにはそれだけの価値があります。これで2019搭載されないってことだけは本当やめてください